さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。ダビスタリオンゴールドですね、続きプレイしていきましょう。シンボリクリスエスの子供が生まれました。頼むぞ。男の子ですね。でだ、種付けしていきましょう。キングカメハメハ、キングカメハメハをつけて、でハーモナイの方はちょっと1ヶ月待ちましょうね。ここでつけます。キングカメハメハ鮭はついてますね。じゃあハーモナイはディープ、ディープ、ディープはついてない。どうしようかな。キングカメハメハ、ハーツクライ、富士奇跡、マンハッタン、ネオユニバース、ネオユニバースとかつけてみるか。そば、厳しいか。タルトはこれからですもんね。ディープ、まあいいでしょう。進めましょう。レースあんま出れないな。お、出る出る、誰が出る。お、ナルオ記念 G3、 こちらの方にパワフルおかゆさんですね。これは一番人気はですね、5枠の7番に入っているビッグウィーク、一番人気ですね。で、おかゆさんはですね、まあ、最外枠ですね、8枠の13番に入ってます。期待しましょう。それでは見ていきます。重賞、3勝目を狙っていきます。まずは1頭モズが大きく出遅れてますね。そして5枠の7番の一番人気ビッグウィークが先頭、その後おかゆさんが追走というレース展開ですね。で、阪神競馬場で芝2000、馬場状態は良です。もう一度先頭からおさらいしますと、まずは5枠7番黄色い帽子のビッグウェイク、1番人気が先頭、その後我らがおかゆ、13番ピンクの帽子です。さらに続いてライブコンサート、6番黄色の帽子です。まあ、先頭3頭こんな展開ですね。で、そうこうしているうちに最後のコーナーを回っていきます。このままね、逃げ切られるような展開にはなりたくないんで、ちょっとずつ差を詰めててほしい。どうだ、おかゆ、おかゆ行け、おかゆ伸びろ、おかゆ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 来い、ダメか、伸びないか、おかゆ、おかゆどうした、来い、おかゆ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 は伸びない。
りませんでした。残念無念。高1からのレースだったんですけどね、悔しい結果になりましたね。 G3 奈良尾記念敗退しています。7着。さあ今度は3歳以上500万下パワフルそばです。1番人気、9番に入っていますね。こちら足毛の馬体、1番人気。おお、全然出来悪いって言われてるのに1番人気に押されてるんだ。しかも印は20丸が5個です。さあパワフルそば、まずまずの出だし、先頭を伺いますね。黒船の子ですからね、ダート戦も得意、何年かこなしてくれるはずです。ダート 1600m やや重、本当にね、ダントツの一番人気に押されてますんで特に心配はしてないんですけども、ただね、コメント見る限り入れ込んでいて本来の出来からはまだまだですよというコメントは出てたんで安心しては見られないですね。伸びてくれるのかってところが一番心配。やっぱりダメか、伸びないか、伸びないか、巻き返せないか、巻き返せないな。最後ちょっと伸びてきたけど、伸びてきたけど、伸びてきたの、刺した、刺した、刺し切った。いやーダメかなと思ったんですけどね、刺し切ってくれた。嬉しい、ありがとうございます。さらに出るか、宝塚記念 G1、 これが厳しいかな。見ていきましょう。まずは2番ジェントルドンナー、そしてもう一頭注目はマイネロキッズ、さらにはアーネストリーですね。そしてこちらオールフェアです。1番人気。あとはですね、こちらのドリームジャーニー、そして我らがおかゆです。そしてルーラーシップ、このあたりがね注目馬というところになります。さあおかゆ G1 制覇なんとか狙ってほしい。宝塚記念 G1 芝 2200m 出走です。まずはおかゆ、いい滑り出しですね、先頭で走っています。今日の馬場状態はですね、やや重、あ、じゃあごめんなさい、重です。安城、パワフルおかゆの安城は竹豊、先頭はパワフルおかゆ、パワフルおかゆですね。3番ウォッカ、ドリームジャーニー、アーネストリー、まあ、こういった流れですか。さあ注目馬のオルフェは中段からやや後方ということですね。オルフェーブル、6番黄色い星、最後方から2投目。オルフェーブルがどこから抜けてくるかってところですね。で、こちらはですね、先頭の方を見ていくと、おかゆ、さらにはイコピコ、アーネストリー、この辺りがね、先頭争いしてますね。
で、おかゆがどうか、伸びないか、おかゆ。伸びないね。オルフェーブル早いな。出てくるの早い。強い。オルフェだ。オルフェだ。ジェントルも来た。けど、オルフェですね。最後ね、ジェントルがね、グワッと来ましたけど、最後はオルフェーブル。おかゆは7着に入選です。ただ、ウォッカとかより、ドリームジャーニー、この辺りもよりも先着してるしね、まだまだ走れますね。さあ、うちの子とはどの子だ？木曽川特別1000万下にパワフルそばが出走です。さあ出走です。まずパワフルそばが先頭争い。ここはもういつもの流れですね。パワフルそばね、逃げる傾向ありますんで、パワフルそば。そして内からはジャングルストーン、緑の帽子7番ジャングルストーン。それにですね、続いてウィズインライアン2番、グレーの帽子ですね。この辺りが先頭争いというところ。で、その後に3番のトレジャーハント、ここがもう完全に先頭集団を形成していますというところですね。パワフルそば、鞍上は三浦、芝 2200m、馬場状態はやや重です。前回、前走パワフルそばはダート 1600m、 最後ねギリギリで刺して勝ってくれましたけども、今回は芝です。さあパワフルそばどうだ、どうだ、全然伸びないのか、全然伸びないな、来る気配ないか、全くないな、ダメだ、ダメか、ダメだね、来ないね、来ないね、厳しい競馬、厳しい競馬、ちょっとね、そばもね、厳しい競馬でしたね。デビュー中京にパワフルタルトが出走しています。タルト富士奇跡の子供です。厳しいんだ。富士奇跡の子供なんですけどね、奇跡は起きないか。最後方からパワフルタルト、ちょっと厳しいんですかね。中京競馬場第4レース芝 1200m 馬場状態は重です。ちょっとタルト勝ち目ないのかな。ちょっと置いてかれちゃってる感じはしますね。で、このまま前並ぶことなく負けちゃうのか。これは弱いな、弱いぞタルト。タルト？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 タルト弱い。タルト弱し。今後に期待しましょう。ちょっとね、今の競馬見る限り、5馬身差つけられて大敗というところですね。こちらは福島競馬場からいわき特別1000万以下ですね。パワフルそばが出走してます。芝
800m、福島第6レースです。パワフルズボはね、いつも通り前からの競馬、馬場状態は主ですので、まあ、最後直線伸びない可能性ありますからね。前目前目の競馬、この展開はウェルカムです。ただやっぱり自力がないとね、もう勝てないですからね。この辺り1000万以下ぐらいのクラスになってくると、さあパワフルそばがどんな競馬見せてくれるか、ちょっといつもと展開がね、違うかなっていう感じですね。パワフルそば、どうかな、後ろからの競馬になってる。大丈夫か、そばさん、そばさん、そばさん、一番外回ってどうすんだよ。厳しい競馬だな。うわ、ちょっとね流れ悪いですね。印はない。いやー、タルトはちょっと厳しいのかな。期待は大いにしてるんですけどね、これもきっとあれかな、最高王からの競馬で並ぶことなく負けちゃうのかな。頑張ってもらいたいんですけどね。さあタルト、タルト、タルト来い、タルト来い、タルト来い、タルト、もうちょい前来い。ダメか、強い。やさかシャイニーか、強い。タルト不甲斐なし、今回もビリです。さあもう一レース、ここまで見ましょう。信濃特別にパワフルそばが出走してます。新潟第6レースは芝 2000m、 馬場状態は両信濃特別発走です。パワフルそば、前回ね、前の方から行ったんですけど、いつの間にか後ろに下がってて、そのまま敗退。今回はパワフルそば、このままね、いつも通りの競馬、前目前目で競馬してくれればいいんですけどね。足毛の馬体が、足毛多いな。先頭はマイヨール、その後5番のパワフルそば、さらには6番カーマインと、まあ、そんな展開ですね。ざっと見て前から、1頭2頭目は足毛、3頭目が普通で、5頭目6頭目とかも足毛ですね。足毛多いな。さあパワフルそば頑張れ、そばそば、そば出ろ、そば出ろ、そば来い、そば頑張れ、食らいついてけ、そば頑張れ、そば伸びろ、最後もう一伸び、もう一伸びしろ、
ダメか、そば、あー厳しい、厳しい競馬だ。残念ですね。ちょっと勝ちから見放されてるな。勝てる気がしないな、この辺り。ちょっとね、見せ場ないんで、もう一列だけ見させてください。さあ、オールカマーです。オールカマー、オールカマーにパワフルおかゆが出走。これは勝ってほしい。5番パワフルおかゆ、あー入れ込み気味なんだ。対抗になるのがこちらアーネストリーですね。この2頭で人気を二分してます。なんとか勝ってほしいですね。オールカマー、G2 中山第8レースです。大きく出たのは、遅れたのは何番だ、9番かな。9番の、遅れたのがおそらくオーシャンブルー。パワフルおかゆは、5番の黄色い帽子ですね。前の方から行ってもらいます。先頭は大シングロー、1番白い帽子、さらには2番のスノークラッシャー、そしてパワフルおかゆという展開です。1番人気対抗馬アーネストリー、8番はピンクの帽子、中段ですね。非常にいい位置にいますね。こっからどんな展開になるかですね。少なくてもアーネストリーの中に入られないこと、おかゆがその位置キープしてね、アーネストリーが外から出てくる、外を回らせる、まあ、そういう競馬をしてほしいですね。さあ、おかゆの後ろにアーネストリーが並んできてる。アーネストリーとおかゆの叩き合いになるのか、それとも、うわー、ここから玉もサポートが突き放した。これは強い、玉もサポートが突き放した。玉もサポートが勝利、おかゆもアーネストリーも沈んだ。まあ、ちょっとそういうわけで見せ場あまりなかったんですが、長くなってしまったので、ここで一旦終わりたいと思います。